ごきげんよう、マナトです。 Life is Strange Before the Storm 続きをプレイします。鹿の頭、くそ、どこだよ。別の部屋か。はい、これは山の奥にひっそりとある廃工場。しかしてここにレイチェルの母親、生みの母親であるセラがデーモンに捕まっているということで来ました。本当はレイチェルのパパ、ジェームズパパがデーモンと取引をしていたのですね。クロエが代わりに、ファイアウォークを見たステージの方かな。急ごう。フランクのソファーが。フランク定位置、外にはですねフランクの車があって、ちょっと側面に血がついたりしててちょっと心配なんですけど、逃がしてくれるためにデイモン止めてくれたフランク、大丈夫だったんでしょうか。それにしてもデイモンはなんかこうかなり怖い、本当に怖い人物です。私に指図すんな。これなんて書いてある？うん、でもね、あの大金をせびったりですね、過去になんかこう、くそ、セラはどこだよ。過去に起こした事件の証拠品を処分させたりですね、もう好き勝手ですよ。ナイフ、護身用に持っといた方がいいか。自分で言ってて信じらんない。あった方がいい？ナイフを手に取ってしまった。まあよく小説とかでは、あの銃が出てきたら弾は引き金は引かれなくてはならない的な。携帯電話、シェルドン。これ私がジェームズパパの書斎でシェルドンがチクりましたよってチクりましたよってデイモンに教えちゃったんですけど。いや、お、しー、そう構えるなら安心しろ。すぐに何もかもがどうでもよくなるさ。薬？あの野郎。なんてことだ。娘に会いたいだけ。なのにどうしてあの人は。娘？血がついてるデイモン。そうか。そりゃ困るわな。自分の娘の母親がジャンキーだと世間に知れたら。一目会えればそれでいい。私は。黙れ。残念だが基礎検事はあんたに消えてほしいとさ。ひどい。何が起きてんだ。ジェームズパパ、そんなこと依頼したの？それが娘を守るということなの？やめー。1年やめてたって？そうですよ。更生施設に入って。こいつを立つのは楽じゃねえ。立ち直るから。よし。行くぞ。そういう覚悟と決意の上でレイチェルに会いたいっていう手紙を送ってたのに。デイモン、なんでお前がここにいる。お使いです。金を持ってきた。ナイフを使う。話をしに来た。ナイフ使っちゃダメですね。話をしに来たんだ、あんたと。そうかい。じゃあさっさと話しな。ジェームズに利用されてる。セラに手を出すな。ここでパンチがあるのはこっちでしょうね。ジェームズになんて言いくるめられたか知らないけど、信用すんな。あんたはあいつに利用されてるんだよ。バカじゃねえのか。やつは追い詰められてる。俺の方がやつをたっぷりと利用してやってんだよ。近づいてきた。バレちゃった。
ふざけた真似しやがって。乱暴はやめて。黙ってろ。やっぱりレイチェルに似てますね、セラ。おい、この携帯。はやりとりしてたのが全部バレちゃう。ケンジのやつから盗んだのか。証拠のブツを燃やしたのも全部お前ってわけかよ。友達のためだ。あー、ひどい。もうやめて。うるせえよ、このクソ甘が。あー、デーモン最低。あ、嘘嘘嘘嘘嘘。やめろ。そこでおねんねしてない。なんでここには、ここには仕込み杖とかグレートソードがないんですか。よく見とけ。惨めだよな。こうはなるなよ。最低。さて、次はお前だ。デイモン。フランク。何をした。めっちゃ血出てる。一定様だな、おい。しぶとい野郎だぜ。まだくたばってねえとは。クロエ。フランク。俺とやり合うのはもうごめんだろ。しょうがねえな。これで終わらせてやるよ。あ、また出してきた。かかってきな。クソが。あ、ひどい。あ、セラ。レイチェル、あんたの娘はどうなっちゃう。なんでだろう、なんでこんなことに。もっとうまくやれなかったのかな。わあ、選択が未来を変える。セラ、クロエプライスね。涙の跡が。というかこの状況ですね。私を知ってるの、フランクは。私を知ってるの。芝居に出てた、エアリエル。そうか、見に来てました、セラ。そうか。座って。めっちゃ涙の音が。セラ、大丈夫？全部見てたんでしょ。あいつ、セラにひどいこと。レイチェルには言わないで。助けを呼ばないと。言わないって何を。言わないって何を。言わないって何を。ジェームズのしたこと。男を雇って無理やり。許せないよ、こんなの。絶対秘密にして。強い、セラなんて強い人なんだ。そんなのダメだって。なんでわかるけどでもダメですよ。だからこそダメ、ダメ、ダメですよ、セラ。なんで。父親が最低なことをしたんだぞ。それでもレイチェルの父親だから。でもあの子には父親が必要なの。愛してくれる父親が。ジェームズは嘘をついて。大事な娘を守りたかったから、レイチェルから父親を奪わないで。レイチェルにはジェームズが必要なの。真実の方が大事だ。レイチェルは会いたがってる。いや、やっぱりセラはレイチェルの母親なんですね。難しい選択。あいつはセラに会わせたくないだけだ。だろう。レイチェルは会いたがってるんだよ。違う、あの子は母親に会いたがってる。私は母親失格。
そんなこと言わないで。ジェームズの判断は正しい。あの人は私から大切なものを奪ったけれど、そうするしかなかったの。本当、どれだけの後悔とまた自分を責める時間を過ごしてきたんでしょうね、この人は。人はみんな弱い、セラは強い。その上で弱い自分のこともちゃんと受け入れてるし、かといって強引にこうね、出ないところが本当、大人ですよ、セラは強い。違う、そんなことない。セラはすごく強いよ。私のこと何も知らないでしょ。レイチェルは会いたがってるよ。その気持ち私もわかる。パパが死んだ、親友を失った。これは親友はマックスのことですね。パパが、パパが死んだんだ。ちょっとあれかなって思うけど、これのずるいかなって思うけど。事故だった。スーパーに買い物に行ったママを車で迎えに行って、そしたら信号を無視したトラックが急にぶつかってきて。そう、私にはこれが全てだった。辛いことも不安なことも、全ての苦しみから解放されるの。その誘惑に勝つのがどれほど難しいかわかる？一年やめてた。レイチェルに必要とされてる。ジェームズへの手紙読んだよ。またきっとやめれるよ。諦めちゃダメだ。ダメ、無理よ。確かに私は分かったようなことを言える立場じゃない。でもあんたの娘のレイチェルはすごい子なんだ。すごい子なんだ。そうね。怖いもの知らずで才能に溢れてて輝いてる。生き生きとしてて何よりも強い。温かい家庭で愛されて育ったから、私と離れたからも。違う。せめて会ってあげてよ。ずっと何かが欠けてる気がしてたってレイチェル言ってた。欠けてたのはセラだ。何も欠けてない。あの子は完璧な家庭で育った。完璧なんかじゃない。パパは完璧だと思ってた。私もパパは完璧だったと思ってた。でも今はパパだって欠点だらけだったのかもしれないなって思う。それでもパパを嫌いになったりはしないよ。お父さんは幸せね、セラ。それでもレイチェルから父親を奪うことはできない。あんなやつのこと。ジェームズのためじゃない。あなたのためでも私のためでもない。レイチェルのため、ジェームズが何をしたか話すことはレイチェルの中の父親を殺すことと一緒なの。父親を亡くす、あなたにはその辛さがわかるはず。ものすごく憎むでしょうね。憎む喪失感。
だってセラとの浮気疑惑現場、あれだけでもあんなに感情を高ぶらせて、山が一つ燃えてますからね本当に感情がいい意味でも悪い意味でもベクトルの向いた方向は爆発的な変化をもたらす。いやレイチェル本当にエネルギーにあふれてる。ああもうすごい、会わせてあげたいな。嘘はつけないよ、レイチェルへの手紙。でも会いたいんだろう。もちろんそれはもう会いたいに決まってますよ。でもその気持ちよりさらにちょっと高い次元で、それでもレイチェルには父親が必要、今のこの環境が自分と一緒にいるよりもレイチェルのためになるからって言って、この表情ですよ。言ってあげたい、でも言ってあげたいけど、会いたいんだろって言ってあげたい、言ってあげたい。あなたを手放したことを後悔してる。レイチェルへの手紙に書いてあった。読んだの？これじゃあ読んじゃった。また同じ過ちの繰り返しじゃないか。すでに犯した間違いは消えない。今さらあの子の母親になる資格はない。でも一つだけ私にもできることがある。あの子のために、あの子にふさわしい父親を残してあげる。あの子を育てて大切に守って、我が身より大事にしてきた人を。私に命令する権利はない。自分で考えて、あなたが決めるの。ずるい、ずるい。これ以上傷つけるのか。そんな。でも私とは会えなかったと伝えて、それがレイチェルのためなの。分かって。待って、これ夢の中かと思ったんですけど現実ですね。どうやら現実のようだ行かないで行かないで、ストレート。レイチェルのブレスレットを渡す。レイチェルは任せて。そう、私はレイチェルのブレスレットをもらったのです。私っていうかクロエクロエもらっちゃったんですよね。レイチェルは任せて。行かせちゃダメ行かせちゃダメだ。レイチェル、この決断は本当に、これこんなことしていいのかなって思うんですけど、これがなくなることによって唯一つながっているものを全て手放してしまうという意味になりかねないんですけど。これレイチェルからもらったんだ。赤ん坊の頃からずっと腕にはめてたって。これ私があげたの。セラが持ってたよ。ありがとう。でも本当はレイチェルを任せてって言いたかったけど、そうするとセラ行っちゃうから。でも何？どうしてそれぞれの気持ちがわかるから、なんともそうしてご両親が揃っている。
あの、みんなつらい。クロエ、ちょうど今寝たとこよ。泣けてくるな。せっかく来てくれたのにすまない。後でまた来てくれるかな。もうジェームズパパを見る目が冷たい。疲れてるだろう。寝てなさい。クロエと話したい。セラの二人で少し。しょうがないわね。少しだけよ。きっとセラに会えたかどうかが気になってるんでしょうね。それにクロエが来てくれて。気分はプラネタリウムついてる。刺された気分。傷残るってさ。へえ。タトゥーで隠すかな。いいね。あ、そう、外国のタトゥーってそうなんですよね。傷を出るはずだったのに。残念。あのプラネタリウム急がなくていい。パワーアップさせた状態のやつだ。時間ならあるもんね。で、どうだったの？やっぱりそこになり、そこに行き着きますよね。はあ、レイチェル綺麗だな。落ち着いて聞いて。まあ来るとは思ってましたけど。レイチェルに全て打ち明ける。レイチェルを真実から守る。レイチェルのことを守るか、これ以上傷つけるかはあなたが決めて。セラ、きっとクロエとレイチェルの仲も察した上でのあの会話だったんでしょうね。でもなぁ、でもなぁ、多分全て打ち明けるとレイチェルは素直に感情を爆発させるんでしょうし、真実から守るっていう、まあ、優しい嘘をついたとしても、レイチェルは頭のいい子ですから絶対気づく。絶対何かを察して、でもそれは言わないんでしょうね。その嘘をついたクロエのことを考えて、またセラのことを考えて、でクロエもうすうすそれに気づいて、この先二人がなんとなーくなんとなーくこう、なー、すべて打ち明けたいけど、そうするとジェームズパパ家族をものすごく重たい選択、重たすぎる。それでも私は優しい嘘を選ぶ。どうしたの？ダメだった。どうしても見つからなくて。本当に？絶対見つけるって。めっちゃ泣いてる。自信満々だったのに。ああごめん。明日また探そう。まだ町にいるかもだし。そうだな。セラはレイチェルのことを心から愛してるよ。なんでわかるの？そりゃみんなレイチェルが大好きだからさ。
言わなかったことをやっぱりずっと抱えて苦しむんだ、クロエ。結局フランクとデイモンはどうなったの？このナイフ、フランク、ポンピドゥ、あ、燃やす、あ、違うか、やっぱ亡くなった人にお酒をかける的な、お墓にかける的な。もうやだ、もうやあ、しかもクロエがそこに居合わせちゃう。諦めてくれたようでよかった。あ、マイキー、怪我はまだだけど、いてててててってお前早く治せよってあ、え、この二人進展あったんです？不器用か。あ、まんざらでもない。お、あ、レイチェル迎えに来てたのか。うわー、最高かっこいい。あ、またパパガラスが、もうやだーって、もうやだまだセラのこと探してるんですかね。守ってるよってクロエがどんな道を選んでも受け入れてくれるんでしょうね。それが父親、そして母親の愛。クロエのお部屋にレイチェルがいる。あ、これもしやクロエ爆誕似合ってるじゃんって、Tシャツも多くなってるのがリアル。あ、本当、お家に行ったり来たり、秘密基地に来てみたり、書いてみろってって、書いてみなよって。あ、タトゥー入ってる。もう傷口隠すっていうこのレイチェルに、あー、これ後の創作のあの紙に書いてあった特徴でもレイチェルに合わせてそれでクロエもタトゥー入れたのかなって思うと、かわいい超かわいい、この二人のやりとり青春っていうか、もうラブラブ午後あー、終わってしまった。
あの選択、悪魔はみんなここにいるですって。トロフィーがずるいな。このチャプター3は空っぽの地獄というタイトルでしたか。地獄は空っぽ、あれはセリフか。地獄になぞらえて嘘つきのことを悪魔、みんな嘘つきみんな優しい嘘をついてる。でもな、この先の展開、未来はちょっとは変わるんですか。このビフォーザストームが、まあ前日談にあたるわけで、本編たるライフイズストレンジではマレイチェルああいうことになってしまうわけですけど、もしかしたらそれを防ぐ、それを回避する未来もあったんじゃないかなって、この終わり方を見てると思ってしまうんですけど、かすかな望みを。なんでもこんなにこんなにラブラブなんですよ。お互いがお互いを求め合っているベストフレンド、ベストパートナー。この2人で、ね、そこにマックスが帰ってきて、ほんと3人でキャッキャしてるところが見たかった。そんな未来が見たい。なんかもう何度でも何度でもレイチェルに会いに行きたくなる。ビフォーザストーム何が良かったって、もうそのマックスが引っ越しちゃった後のこのクロエの開いてしまった心の穴にぴったり寄り添う、まさに生き別れの、ま、双子でもないですけど、魂の半分がもしもあったとしたら、それも確実にレイチェルだっただろうなって。見てる私自身もなんかこう空白が埋められていくっていうか、満たされていく、なんて言うんですかね、もう絆創膏みたいな、本当に優しい優しい優しいお薬でもちょっぴりの毒が毒が、やっぱりこう見えているものと本当は隠されているもの、誰かがきっとその優しい何かを守ろうとしてくれて、この世界は成り立ってるのかもしれない、まあ、それは自分の身の回りもそうですけど、もしかしたら私も誰かのためについている嘘がとかねでもどうでしょうね、真実を伝えることが優しさなのか、それともその真実を隠すことが優しさなのか。これはあのビフォーザストームに限らず、ライフイズストレンジ本編にも通じるんですけれど、まあ人と人の人とのことですから、ね、何でもこうストレートに言い合うだけが優しさとかね、いうわけじゃないんだってことを感じさせられてしまう。ちょっともう一つの方も見たいな。真実を告げて、でも傷つくところを見たくないな。なんか勢いクロエと一緒に街を出るって言い出しかねないレイチェルそんな姿がパッと思い浮かぶんですけれど、どうなんでしょうかね。ということで、ちょっと思いの丈を思いの丈をいっぱい喋って飛ばすこれやっぱりラストは分かれましたね。レイチェルに真実を伝えた 49%、 レイチェルに真実を伝えなかった 51%。 しかもこのカットがまたレイチェルの目を見て向き合うのか、それとも目をそらして、そしてその他は攻撃した 65% みんな攻撃するんだ。ジョイスに意地悪だった、ジョイスに親切だった、空気読めなくてごめんなさいって、レイさんをかばった、喧嘩に巻き込まれないようにした。あ、これエピソード1
エピソード3はこれだけなんですね。あー、これレイチェル、ここで 17% の人だけがセラにあのブレスレットを渡すかどうかを選択できたってわけですね。あー、でもそれもありますよね。きっとレイチェル、クロエがブレスレットしてないのを見て気づいちゃうっていうこともあったんじゃないですか。そしてデイモンはやっぱどうなっちゃった、フランクがこううまいことやっちゃったやっちゃった。ああ、細かいの見られました。植物にソーダをかけて枯らした。いや、これ絶対、そこに水やるかどうかって言われたらあげるって選びますよ。でもそれがたまたまソーダ水だったっていう。え、でもこれ水あげなくても枯れるって。ひどい。デイビッドの写真を受け取った 90%、 一つ目の初めにドリューのお金を持っていなかった。うん、でほとんどの人がお見舞いをして、あ、寄付、これ絶対誰も気づいてなくないですか。そこに募金箱があったことに気づいてない気がする。え、しかも結構な額が選べるんですね。シェルドンが垂れ込んだとデイモンに納得させた。サンダーが垂れ込んだことをデイモンに明かした。あ、これ、やったのはサンダーさんだったんですね。しまった。シェルドン、本当にやってなかった。あれ？待って、5%。え、私、よっぽど察しが悪かった。そして、レイチェルが母親に会わなかった。あ、会う未来もあったのかな？真実を伝え、気になる気になってしまう。やっぱ自分の選ばなかった未来も存在するんですね。あ写真撮ってる。私はこの青い髪の方が見慣れてますね。かわいい。うん、ここは、あー、最低。未来は変えられない。あー、うまいこと落としましたね。ずるくないですか、この幸せなところから。あー、ちょっとあのライフイズストレンジ本編もプレイしておりますので、ぜひぜひまだご覧になられてない方いらっしゃいましたら見ていただきたいです。この彼女たちの未来に何があったのか。あー、ちょっと、もう、はい、ということで Before the Storm の本編は、エピソード 1,2,3 これで完結で、そしてボーナスエピソードがあるということで、こちらを次回プレイしていきたいと思います。つらい本当につらい大好きだからつらい。あー、ちょー、あー、のる最後のはい、ということでここまでご覧いただきましてありがとうございました。あー、なんか終わるのがすごく名残惜しい。もう何度もこう、初めに戻って、一番初めから堪能したくなる、もう何度も読みたくなってしまう本のような
味わい深い。ほんと大好きこのゲーム。はい、キリがないので終わりたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。次回ボーナスエピソードさようなら。こちらも見ていただけると嬉しいです。では、マナトでございました。ありがとうございました。